おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。渋谷はハロウィンのハロウィンイベント会場ではありません、はい、まあ、そういうことですね。あの区長さんがね、なんかおっしゃってんじゃないですか。ハロウィン目的で来ないで、渋谷区長、海外にも呼びかけ。10月5日、東京渋谷区の長谷部区長が31日のハロウィンを前に日本外国特派員協会で会見し、雑踏事故の危険があるのでハロウィン目的で渋谷駅周辺に来ないでほしいと呼びかけた。渋谷駅周辺では毎年ハロウィンの時期に大勢の若者や外国人が集まってトラブルや雑踏事故が起こる懸念があり、今年は新型コロナの5類への移行後初めてのハロウィンになるため区は警戒を強めている。また区は27日午後6時から条例に基づいて渋谷駅周辺の路上などでの飲酒の制限を始めることにしている。最も混雑すると見込まれる28日と31日は渋谷駅周辺のコンビニエンスストアなどに酒の販売を自粛するよう要請。区の職員や警備員がパトロールを行って路上飲酒をしないよう指導することにしている。はい、ってことですね。はい、渋谷は、あ、違う、警察は他に仕事しろって感じでした。そうですね。まあ、事故が起こると大変なんですね。まあ、ですね。イテボンのね、今日話題もちょっとやりましたが。そうですね。そんな風にならないでおこうということなんですけど、そうですね。はい。トラックひっくり返しはどこに来てるんですか？軽トラに乗ってね、僕は。去年ですね。はい。ひっくり返しましたね、軽トラ。怖いですよ。毎年すごいですもんね、ってね。そうですよ。うん、あれはちょっとね、はい、なんか、気持ち悪いですよね。あんなにわーわーやって。そうです、ね。はいはい。一番多い時が大体6万人ぐらい。はいはい。はい、っていうことでした。イテウォンの事故があった去年の10月29日は8万人だそうなので、はい、さらに2万人多かったってことですね。あ、はい、まあでも着ぐるみとかね、来てね、うろうろされてる方もいらっしゃると思うんですけどね。うん。いや、怖いですよね。あれ、着てたら何してもいいや、みたいな感じになってる。あ、確かにそういうのあるかもしれないですね。ね、うん、そこがなんかちょっと嫌なんですけど。長谷部区長ですね。はい。はい、昨年までとは比べ物にならない人混みが予想され、はい、雑踏事故やトラブルの急増が懸念されるので、はい、強い危機感を持っていると、はい、渋谷はハロウィンイベントの会場ではないということを世界に明確に伝えたいってことですね。そうですね。なんかあの、うん、対策さったらいいんじゃないですか。あ、してました実際。はい、銀杏植えるとか。汚くなっちゃいますけど。ものすごく臭いじゃないですか。あんな臭いとこにね、行ってないんやっていうような、なんか可愛いけど、何これ、くり抜きのやつで可愛いじゃないですかこれ、はい、子供たちが作ったかぼちゃのランタンを破壊した神父が謝罪。チェコ南モラビア州で地元の子供たちがハロウィンに向けて作ったかぼちゃのジャックオーランタンを踏みつぶして壊したとして、キリスト教の教区司祭が謝罪した。クルデオフ村のカトリック教会、洗礼者ヨハネ教会で司祭を務めるヤロミルス・メイカル神父は、村の公園に並べてあったカボチャのランタンを2日間にわたって破壊。これについて、村のフェイスブックページに謝罪文を公開した。謝罪文の中で神父は日曜日の夕方に教区司祭館を出たところ、神聖な敷地の前にハロウィンという悪魔の祝祭のシンボルがたくさん置かれていたと説明。自分の信仰と神父として、そして私に託された子供たちの保護者としての義務に従い、これらのシンボルを取り除いたと述べた。また現代のハロウィンの伝統についてはカトリックの慢例説に対抗するものであり、異教の現代世界で考案されたものだと自身の見解を示した。はい、ってことですね。何や、うん、悪魔のやつを壊したとか。そうですね。なんとも悲しいんですよね。ね、ちょっとなんか、うん、ね、うん、アホみたいって言いますかね、うん、何言ってんのかなと思いました。実際その、キリスト教の、別に祝日とか、はい、あれでも何でもないですよ、ハロウィンって実際。そうですね。なのに、ね、何や知らんけどね、子供の作ってるのもんをね、はい、ペキペキ壊して、
アホみたいですよ、ほんまにこの人、うん、まあ、頭の硬い、そうです、そうです、ほな神父なんでしょうけどね、なんかいたずらとかしてるんじゃないですかって思ったら余計なこと言いそうになりますけどね、ほんまにガチガチなくていいね、性欲はものすごい、そう、すごいんですよ、きっとハゲててあ、もうそうなんですよ、絶対、これだから上上下に写真分かれてまして、はい、上の写真が、はい、子供たちが並べた時の写真だったんですけど、ああさ、これは2段に、はい、置かれてるわけじゃないんですか、そうそう、はい、上下に写真が違うんです、翌日見たらこの下の写真のように、うん、かぼちゃ全部壊れてたと、お化け屋敷ですね火事に見せかけたハロウィーンの照明で消防車が出動。アメリカグレンズフォールズ消防団は9月30日の土曜日の夜に住宅火災が確認されたという誤報により消防団が出動したと、その動画とともにフェイスブックに書いた。動画はライトアップされたジャック・オーランタンと玄関ポーチに立っている不気味なシルクハットをかぶった人物に加えて、家の正面にある3つの窓、すべての内側にある炎の効果により、家が炎に包まれたように見える。消防署は驚いたことに、これは素晴らしいハロウィーンの飾りだった。掲載を許可してくれた親切な所有者に感謝すると述べた。はい、そうですか。まあ、確かに、ものすごい燃えた顔出てます。これね、その、Facebook の、はい、この消防署の、はい、動画、実際掲載されてて見に行ったんですけど、はい、めちゃくちゃ燃えてました。あ、燃えてる、今見える。超リアルな、ほんとメラメラしてる。しかも、はい、まあ、これ、効果が、はい、LED ライト2個と、ボックスファン、要するに扇風機、はい、それから銀色のなんかシートを使って、はいはいはい、そのメラメラした炎の演出してたらしいんですけど、はい、なんかさらにリアルにするようになるように、はいはい、フォグマシンで、はい、煙出したらチェッツ、それはちょっとね飽きません、これ見たんですよ、本当にすごかったです、いやこれ僕も通報するんじゃないかなと思って、知らずに見たら、あ、ちょっとこれ燃えてんだこうみたいな、そうはいはい、いやそうかもしれませんね、うん、ありません、うん、なんか薪ストーブみたいなやつ、ね、はい、火がメラメラしてるように見えるみたいな、うん、あ、そんな感じですね、もっとリアルな、もっとリアルな感じで、はい、電熱ヒーターなんだけど、うん、ね、薪ストーブみたいなね、そう、見えるっていうのありますけど、ね、商品ありますけどね、あれも結構メラメラ見えてますけどね、それ以上にリアルに、うん、誰が作ったんですかこれ、これは、いや、これはそのグレンフォールズにいるその普通の一般の人、じゃあその人すごいじゃないですか、技術の持ち主じゃないですか、入れすぎって書いてある、うん、これに、はい、パキパキ言う音、はいはいはい、木がこう、あー、もうパチパチパチって言うて燃えてる音が、あれ入ったらもう完全に火事ですね、あら、はい、これは仮装してる人が、はい、家の中にいるんですけど、家の中ですよね、これ家の中家の中ですね、いいんだけど、きっとこれはね、はい、犯人です、犯人じゃない、あ、違いますかハロウィーンのためにルンバを幽霊に変える女性、はい、アメリカニュージャージー州に住む女性は部屋をハロウィーンに見事に変身させた後、ロボット掃除機が部屋に入ってくるたびに爆笑が止まらないという、ジャクリン・トラバースさんが撮影した映像には、彼女のルンバが幽霊の衣装を着て小さなモップも備えてリビングルームに転がり込んでくる様子が映っている。彼女は10月13日にこの陽気なクリップを自身のインスタグラムアカウントに投稿し、この不気味な掃除機は人気を博して35万件以上の反響を集めた。はい、っていうことでした。あ、かわいいじゃないですか。これだからルンバの上に、はいはい、今このお化けの色を乗っけただけ、今日乗せて、うん、でガー動いてくんの見て、はい、おばはんがギャーギャー笑ってるってことですね。笑って、あ、ごめんなさい、はい、いいですけど、すいません、はい喉が巻き込まれて事故りそう、ね、いいですね、これ、そうですね、これもこれしすごいよく作ってましたね、ね、ウィーン、かわいいですよ、クリッ
ていくんですよ。そうでしょうよ。ものすごいシュールでした。これも映像見ましたけど、まあ、パジの家もそうですけど、はいはい、まあ、これもやっぱハロウィンの楽しみ方。そうですね、はい、はい、うん、今週は日曜日、これからね、ずっと日曜日っぽいですね。すいません、はい、水日の配信になる可能性が高いです。可能性が高いんですけどね、うん、能面つけたラジコンの方が怖い。うん、ああ、ありそうですね。怖いですね、絶対怖い。猫がよく乗るらしい。そうそうそう。猫がこうぐるぐるぐるって。あ、楽しそう。ぐるぐるって。かわいいじゃないですか。結構ね、ルンバが力持ちなんですよね。ああ、ね、いいですね。人はダメですか？人はダメです。人ダメですかね。はい。ルンバごコスプレ。はい。いろんなバージョンでやってみた。ねえ、ほら、これか。ほら、先生前に、はい、ほら、ねえ、女性が一人で住んでる家、はい、ね、はいはい、あれに、ね、このアイデア使えるんじゃないですか。そうだと思う。これにちょっと軽い素材でね、はい、作った男の、はいはい、ね、裸のやつとかつけて、ガーッ浮かせてね、家なんか、ね、掃除しながらね、人がいる雰囲気かもしれない。すごいびっくりすると思うんだよね、自分で。そう、座っておいて。自分で設定したのにね、ギャー言うて。ね、サビからルンバとか、そら乗れるでしょうけど。ね、乗れます。うん、きっと乗れますよ。で、まあ、これ、やっぱりね、はい、そう、まあ、楽しみ方、人それぞれですが、ね、うん、やっぱこれ、家の中の飾り付けで、季節感楽しむっていうのは、すごくいいなと。はい、そうですよ。普通に、日本もやってるんですよ、そんな本物は。ちょっと、もともとね、春が咲き出る。そうですよ。お花で飾る花が変わってきたりね。いろいろあるんですけど。何これ？ね、危ない感じが漂ってますよ、なんかすごく。世界初の棺桶熟成ワイン。変わったワインを生産販売するブランド19クライムズが2023年のハロウィーンに向けて棺桶熟成ワインを発表した、はい、このワインは実際に100本の赤ワインを棺桶の中に入れ、それをロンドンにあるタワーハムレッツ墓地に埋葬してゆっくりと熟成させたものだという。不測の事態に備えてキリスト教の司祭立ち会いの下で掘り起こされた。また19クライムズは本職のエクソシストで超常現象研究家イアン・ローマン氏に死因を依頼したが拒否されてしまったという。はい、ちゅうことですね。超常現象ね。そうそうそう、はい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 、まあ、エクソシスト、そう、掘り起こす時に何かあったらまずいんで、はいはい、エクソシスト呼んだってことっていうか、誰かの遺体が入った棺桶に入れておいたわけではないってことですよね。新品の棺桶に、新しい棺桶に入れて、はい、地下墓地の中で熟成ってことですよね。そうそう、はいはい、変なオチがつきますからね。で、エクソシストが拒否したと。そうですね、名前はそうなんですよ。言わはったんですね。これ公式のそのナインティクライム、はい、ウェブサイトを見に行ってきたんですね、はいはい。地下墓地の、カタコンベで熟成ですか、どうですか。もう本当に普通の墓地ですね。あ、そうですか。ハロウィンファンに一度限りのこの世のものとは思えない体験を提供するために、はい、100本の赤ワインがオーク材の棺に閉じ込められ、はい、その後地下6フィート約2メートル弱ですが、はい、に下ろされて埋葬されました、はい、死者の中で熟成されたワインは望ましくない超常現象が起こった場合に備えて、はい、司祭の立ち会いの下で掘り起こされました。はい、はい。で、英国全土の5つのパブで試飲が可能ですと、はい、運悪くボトルを手に入れたい人は、はい、10月27日金曜日と28日土曜日に以下のパブの いずれかを訪れ無料サンプルを入手してください。行ったよかった。あ、そうですか。テンベルク、ロンドンにある、はい、スレインズ城、はい、これアバディーというところですね、はい、トルブースタバーン、はい、これエジンバラにある、はい、キャロライン・オブ、ブランズウィック、これはブライトンにある、はい、バーですね、はい、ホール・イン・イエ・ウォール、はい、これはリバプールですが、はい、うん、この5つの場所で、はい、まず信用してくださいよと、うん、はい、でそこで買ってください。あ、そうですか。いや、まあでもなんかこのボトルがね、これボトルですよね、はい、なんかちょっと気持ち悪いね、釣り型のケース、うん、そうそうそう、はい、感じになってるのはね、いいかなと思いました、ね、うん、デザインがいいですね、うん、死人と一緒ならなんか、まあ、死人と一緒、雑菌は大丈夫ですね、
自分の作品、ね、話題作りとしては面白いです。そう、いや私はもうありかなと思ってました。サイトで一緒に入れたのかなって写真にはそういう風に出てましたけど、さすがにそれはなかったですけど、ただちゃんとした文字です。はい、はい、よく許可出たなっていうレベル。はい、まあでも別にお酒入れるだけやん、お酒を地下に入れるだけやんみたいなね、そんなノリやったじゃないですか。あとこの死因の場所、はい、実はこだわりがあって選んでまして、はい、はあ、はい、まずロンドンの、はい、スピタルフィールズにあるパブ、はい、テンベルズってとこですね、はい、はロンドンで最も幽霊が出る場所の一つで、あら、はあ、そうなんですか。はい、切り裂きジャックの犠牲者のうち2人がそのバーの常連だったそうです、はい、これ右の方イラスト分かります？はい、こんなに何ですかこれは。これ音声は読み上げの音声はないんで、はい、まあ、説明しますが、はい、ティム・バートン、はい、監督です、はいはいはい、がの、今回、はい、ハロウィンだって、はい、まあ、ティム・バートンさんってほら、はい、そっち系の、はい、映画よく作るじゃないですか。あー、そうなんですね、はい、はい、右はシザーハンズですね、ソードの方にも書いてありますけど、はいはい、そう、あー、手がね、うん、はいはい、なんで、はい、ハロウィンなので、はい、ティム・バートンの映画ランキングっていうことで、はい、あ、映画ランキングですか、はい、全然わかりません、そんなのそうですか。シザーハンズ見たことないですか。あ、あります。はい、それはありますけど、うん、ティム・バートンが監督した映画ってあんま知らないってことですかね。そうそう、全然わかんないです、うん、そんなピンとくるものがね全くわからない、まあそれでもいいです。はい、はい、それでもいいです。どういうことですか。あ、こういう映画あったっていうふうにわかりますみたいなね。はい、はい、はい、うん、っていうので、ちょっと僕が作ってきました。はい、はい、実際にこのランキングのアンケートとかがあったわけじゃないです。あ、そうですか。はい、シザーハンズだけは見たことなかった。私もだから多分そうやと思います、うん、シザーハンズだけは見たことあるんです。多分他にもいくつかあると思うんですけどね、うんうんうん、はい、実際にじゃあ見ていきましょう。はい、お願いします、はい、今回17位までですね。はい、はいはい、どうでしたでしょうかハロウィンの、今日はネタだけを集めてきました。ハロウィンですからね、そろそろね、2時間も超えまして、うん、11時もありましたので、はい、先生また明日またお仕事がありますので、明日も懲りずにね、うん、仕事があるわけですけど、うん、はい、今日はこの辺にしとこうと思います。はい、はい、次回は先生水曜日でいいじゃないですか。はい、はい、皆さんに、また、改めて、お伝えしますが、はい、土曜日の配信が日曜日に、はい、今後ねしばらく、まあ、どれぐらいか分かりませんが変わりますので、はい、はい、ということなので、今後はだから水日、はい、という形になると思います、はいはい、よろしくお願いします、はい、またお時間あれば、ね、来ていただければと思いますよ。はい、お願いできればありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、先生ここでお疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい、それでは皆さん、また変なこと言わない方がいいかな、うん、はい、ま、一部始まりますが、そうね、また明日からね、はい、うん、無理しないように。明日休みの方もいらっしゃいますからね。わかりませんけどね。はい、全然。はい、はい、またね、水曜日楽しみにしていただければと思います、ね、はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら、はい。おやすみなさい。ありがとうございます。さようなら。おやすみなさい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。